はい、ルルカです。今回はね、楽天リンクに関してのお話やっていこうと思うんですけれど、つい最近ね、iphone に対応して話題になっている楽天リンクなんですけれど、この楽天リンクにね、実はこんな感じで、2日前にアップデートのが入りました。 いつも楽天リンクをご利用いただき誠にありがとうございます。軽微な修正を行いました。旧バージョンをご利用の方は最新バージョンにアップデートをお願いいたします。ということで、じゃあね、楽天リンクの方がアップデートされたんですけれど、まあ、ルルカはね、iPhone 11でこの楽天リンク利用しているんですけれど、残念ながらルルカの携帯には楽天リンクのね、アップデートに関してのお知らせは届きませんでした。はい、届いていません。なんですけれど、今撮影しているのね、iPhone 11なんですけれど、自分でね、アップストアに行って、 楽天リンクって検索。まあ、もしくはね、ローマ字で楽天だけでもいいんですけど、っていう風に検索して、アプリ画面に行くと、アップデートのボタンの方がね、表示されます。そして自分でね、そちらをアップデートすることによって、最新のね、楽天リンクにアップデートすることができます。もしかしてね、このアップデートに関して、ちゃんとね、届いていたりとか、自動でされる方もいるのかもしれません。設定とかでね。まあ、そういう方であれば、自動で設定されるので問題ないんですけれど、まあ、少なくてもね、ルルカに関しては、自動ではアップデートのをされませんでしたので、ぜひね、自分で一回アップデートのを確認 してみてみくださいそしてねこのアップデートによってアップデート前にはね この楽天リンク、なぜか、まあ、理由はわからないんですけど、使えなかったって言ってる方々が、アップデートで使えるようになったっていう多くの意見をいただきました。ということで、まあ、ルルカに関してはね、もともと iPhone 11、楽天リンク入れただけでね、使うことができたんですけれど、楽天リンク入れたけど使えなかったということで、放置していて、こちらのアップデートをされていない方、アップデートしてもね、使えない可能性も全然あるんですけれど、まあ、せっかくね、このアップデートをすることによって使えるようになったっていう方が多くいましたので、まあ、一回ね、アプリの確認に行って、アップデートのを試してみてください。またね、も元々、 とと楽天リンク使えるからアップデートなんかしなくていいよと思っている方に関してはこちらご覧くださいこちらはね楽天リンクアップデートのお願いということで楽天リンクの公式ページになるんですけれど楽天リンクアプリはお客様のご要望にお応えして機能の強化と軽微な修正を行っております より快適に安心してラックテーリンクアプリをご利用いただくために最新のバージョンへのアップデートをお願いいたします。なお、最新バージョンをインストール後は再度ログインをお願いいたします。こういう感じでアップデートの仕方とかもね、記載がされているんですけど、注目の手一番下の部分になっています。はい、こちら。最新バージョンへアップデートされない場合。 通信量が発生する可能性がありますのでご注意ください。ということで、通信量などがね、発生する可能性があるので注意してくださいっていう注意事項が書いてあります。もちろんアップデートしなくても、こういうものが発生する可能性っていうのはかなり少ないとは思うんですけれど、まあ楽天さんね、まあいろいろと注意事項がいっぱい書いてあって、もしそれに合っていないことをした場合で、何かね、料金が発生した際に関しては、そもそもがね、iPhone はサポート対象外だったりとか、まあいろろな部分があったりしますので、少しでもね、不安事項っていうものは解消した方がいいと思いますので、もうすでに使えるからいいよと思ってるいる 方に関ししてててもアップデートもね必ずしてみてくださいそして最後になるんですけれど、まあ、こちらね、このアップデートをされたおかげなのかちょっとわからないんですけれど、もともとね、最初初期の時に対応端末として表記されていたものに関しては R、iPhone XR、iPhone XS、iPhone 11のみだったんですけれど、他にね、追加で端末としては、iPhone XS Max と iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、 このね、三つの端末が追加されました。こちらに関してはね、スペックとしては同じものになってますので、まあ、対応していて当然なものにはなるんですけれど、まあ一応ね、元々表記されていなかったものが表記されるようになりましたので、追加の方がね、されたっていう形になっています。多分ね、こちらに関してはね、アップデート関係なしに対応していたのを表記しただけだとは思うんですけれど、まあそんな感じでね、楽天リンクに関してはアップデートのが行われて、最初のね、バージョンでは利用できないって言っていた方が利用できたりとか、現在ね、使えてる方に関してもアップデートしないと、なんかのね、料金が発生する可能性もね、あったりします。 ますので楽天リンクをね利用していたりとか利用してみたいなと思う方は今回の楽天リンクのアップデートのやってみてください今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました